目の前の悪行を許すことはできない。すべての人はそれぞれの正義を持っている。しかしそれが正しいかどうか常に考えなければならない。風紀委員長はとても忙しいが、その分やりがいのある仕事なんだ。ふむ、読んだか。レン君はもう少し落ち着いた方がいい。クロエはもっと理性的にならないと。おっと、小言を言ってしまったかな。正義とは自分の心の中にあるもの。エロイカ。